とシーバスのシグネチャーのグリル、シンガポール1号店です。これ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 をこれも食べたい、スチームポットチキンスープ、これが有名らしい。これこれもなんか頼んだ方がいいって感じた。トリュフのトリュフとかもあるね。これもなんかホームページとかには載ってるよね。グリルドシーバス、これチャコールで焼いたやつ。This one is the steamed pot chicken soup. Okay. Signature. Oh, this one. Yeah. Steamed meat. This is the raw meat we put inside and then you cook. Because this this soup is very hot. Okay. Okay. This the raspberry. This is good for digest. Our dessert signature is this the beancurd pudding. 結構15分ぐらい待って入った。これがシグネチャーのスチームポットチキンスープ。でこれが薬味なのかな。なんかもやしと、ほら山椒？山椒だ。ね、チリと、あとなんかこのチリソースみたいなのをつけて食べるのかな。ラー油っぽいね、なんか。そう、チキンスープ、透明の。じゃあ。Oh yeah, let's try this with the kids. チキン。It's a kind of fruit juice, raspberry, whatever.これどうすんだろう、このもやしとか。まあ、ちょっと入れんじゃない、ちょっちょん。本当に合ってる。ではスープいただきます。熱い、熱い、熱い。 Oh yeah, who wants raspberry juice? Anyone? ラズベリージュース言ってはるわ。あ、すごい鶏のいいお出汁、めっちゃ美味しい。この辛いそうなソースをちょっとだけかけてね。どうやってつけるの？どっかにつけた方がいいよね。見たけど、これさっきのチキンですね。ちょっとタレとかつけてみた。これがユンナンライスヌードル。あ、なんかやってくれるみたい。これが卵。でこれはチキン、yes. で、これを入れて、別にヒットがついてないのね。で、卵にチキンをくぐらせて入れる作業。これがイカかな。で、卵を入れる。ニラ、なんだろう。え？お。え、キクラゲ、人参、え、なんか自社なみたいですね。え、イカ。で、これがライスヌードル。ラズベリージュース、これもシグネチャーみたいでみんな頼んでる。あ、なんかすごいラズベリーだね。ユンナンライスヌードル、ね、もうチキンにも火が通ってるね。いただきます。熱いな、もうすごい熱い。いいか。あ、優しい。なんかちょっとでもピリ辛じゃない？辛いね、ちょっと辛い、ピリッとするね。で、これがユンナンライスヌードル、米粉の麺、美味しい。あ、これ美味しい、すごい、あっさりしてる。これはちょっと具合悪くても食べれるわ。お魚のスライス、私こういうフィッシュスープめっちゃ好きなんだよね。なんか結構2人で多いかなと思ったけど、見た目よりは全然だったね。ジャンギのリワードカードを見せて10ドルゲット。